さんこんにちは、京都のマサです。今日はね、今からスカイエキスポの方へね、ちょっと向かってます。今名東トンネル、東名の名古屋の近くですね。こっち側から入るのはね、僕珍しいですね。いつも伊勢湾岸の方から知多半島道路で入ってくるんですけど、今日はね、実家の方に泊まったんで、ちょっとね、こっちから向かってます。で、どうでしょう、1時間もあれば行くのかな。順調に行けばもう、うん、1時間かからないはずですけどね。昔はね、知多半島へ行くっていうと、一旦名古屋市内のそれこそ鶴舞の方出てね、そこから入っていったんですけど、昨日今日と水野さん休みみたいですね。水野愛理ちゃんね、まあ、急遽だったみたいですね、まあ、事前にそういう告知も急だったみたいで、ちょっとかわいそうだよね。水野ちゃんももうちょっと卒業だからね、今回が多分最後の機会っていう人も多かっただろうに、一応今度幕張でね、もう一回やることになったから、まあ、そこで振り替えお願いしてるって書いてあったけど、まあでも名古屋のね、握手券を幕張に振り替えられてもちょっとねっていう気はするけど、まあ、僕みたいにね、名古屋よりも西に住んでる人からしたら、幕張って言われてもちょっと行ける距離じゃないからね、日帰りで。まあかといってね、体調悪いのにそんな握手会に立つっていうのもね、うん、それは良くない話だし、いかにあれですよね、日頃からこう体調管理が必要かっていう、うん、難しいよね。特に女の子はね、まあ女の子の日っていうのがあるから、ちょっとね、熱も出やすかったり、そういうのも、そういう影響もあるよね。ということで、もうちょっとでね、握手会の会場に着いちゃいそうですけど、コンサートの人もね、意外に早くから来るんだよね。昨日も昼ぐらいでもうなんかすごいいっぱいになってた。あ、こっちも来てるね、すごいね。ここは何人収容なんだろうね、収容人数はどれくらい入るのか。
車も昨日よりもだいぶ混んでますね。もうすでにいっぱいだね。だいぶ埋まってるね。今仕方ね、握手会トーク会、23日の日曜日ですけど、7部まで終わってね、出てきました。いや長いね、やっぱ1日7部まで、まあ8部9部まで本当はあるんだけどね、まあ、私は今日は朝1部から1部2部3部で4号はちょっと休みでお昼休憩出てで6、7とね入ってきましたけど、さすがに会場がね座れないんでね、もうそれが本当足腰にきますね。今日訪れたメンバーはもう昨日はね松川美優ちゃん一人1部と3部参加しただけだったんですけど、今日はまず1部が美優ちゃん、松川美優ちゃんね、また昨日に続いて、で2部は倉本花ちゃんと倉本花ちゃんと鈴木沙羅ちゃんね行ったんですけど、まあ花ちゃんにはまあ昨日はごめんねって、昨日見ましたよって言われちゃったんだけど、まあ昨日ごめんなさいって、まあ急遽ね、本当はだって昨日はね行く予定なかったんですよね、僕来る予定なくて、ちょっとね急遽まあ最後ね最終日にババーっと券を買い足したんでね、まあ、でこんな風になっちゃったんですけど、花ちゃんの次に今度はサータンね、サラちゃんの例に行ったらなんかびっくりすることにね、松川美優ちゃんが一番なのとかって言われてねいやなんでそんなことはね、なんで僕が松川美優ちゃんのところに行ってたことを知ってるのかなみたいな、昨日見られてるのみたいな、どういうことだろうと思って、誰か話をね、そういう話を誰かがしたのか、ちょっとびっくりしたんですけどね。で首にかけてたネームプレートがね、ネームプレートの裏側に松川美優ちゃんが自分の顔を描いたイラストをね入れてて、まあ、そこにミユって僕入れててね、それをサーターに見せたらね、うーんと怒ってましたけど私を一番にしてとか言って言われたけど、怖っと思ってね、なんかちょっとなんでサーターちょっと。サータもね、その部数も買ってないし、なんでそんな
みゆちゃんが話したわけでもないし、なんでわかる、そんなことを知ってるのか、本当不思議ですよね。まあ、沢田目がいいからね、目がいいからね、見えてるのかもしれないですね、結構ね。で次は3部の握手会、3部はトーク会か、3部トーク会は今度はみゆちゃんとはななんがこう横並びで、まあ前も一緒だったんですけど、でまたみゆちゃんとこ行ってはななんとこ行って、でもう一回みゆちゃんとこ行こうかなと思ったら、はなちゃんの連が全然誰も来てないから、またはなちゃんの連でリピートして、なんか全然誰も入ってこないんですよね、はなちゃんの連。でまたみゆちゃんとこ行って、でまあサータンのその一件を話したら、まあみゆちゃんもびっくりしてたけど、でなんで分かってんだろうとか言って、まあだからみゆちゃんがね、まあ、なんかそんな自慢げに話したわけじゃないだろうし、うん、まあでもここが今日の僕にとっての山場でしたね、まあ、みゆちゃんとのトーク会ね、はななとみゆちゃん、まあ、部数も一番ここでね買ってたしね、また終わってからこう松川美恵ちゃんのコミュニティの人とねちょっとお話ししたりして、お話もできて、まあ、すごく良、うん、かったですね。そういう意味ではね、いろいろこういろんな話、ドットローズのこととか、うん、そのコミュニティにいた人にお聞きできたりしてね、あとはね、ちょっと、まあ、ちょっと遅い昼食なんですけど、もう外に出て、あっちの飛行機の展示してある方でね、ちょっと今日は人が多かったんですけど、日曜日だし、まあでも、うん、2時間近くあるから、まあ、ゆっくりね、できるしね。またピザを食べて、でちょっと休憩をして、で今度はね、6部、6部はサックのところへね行ってきました。初めてでしたね、初めましてで、でまあみゆちゃんの話して、で制服の目でね何回も見てて気になったんで来ましたよって、サクはやっぱ可愛いですね、うん、キュート、キュート、すごくキュートですね。でちょうどねそのタイミングで北野ルカさんのセレモニーを、うん、やっててね、まあ、サックのブースが隣だったから、まあ、サックのとこね僕ねまたこれ1番に入っちゃって、そうそう気がついたら今日はあれでしたね、え今日は一部も一番先、で二部は
か2番目だったかな。3部がまた1番、みゆちゃんの。で昨日もだから1部3部はみゆちゃんのみゆちゃんのとこ鍵開け全部やっちゃったね。なんかなんででしょうね、最初誰も入ってこないんですよね、あれ不思議なもんで。誰も入ってこないし、なんか、うん、結局昨日も今日も一番先に入ってっちゃって、でサックのとこも一番先に入っちゃって、で最後気がついたらカキレナも一番最初に入っちゃった。そう、そんで最後の6部あ7部か、7部カキレナのブース、カキレナのレーンね、まあ、久しぶりのカキレナちゃんで、一応ねミュウちゃんもらってないって言ってたよっていうのをちゃんと伝えといたんで、誕生日プレゼントのね、チーカマ何本だったか、チーカマ何本か忘れたけど、ちゃんと渡すって言ってたんで、まあみゆちゃんね、ちゃんとカキレナからもらうようにね。まあカキレナもね、結構なんか握手会とか、やっぱりあの子はね、会話がうまいからね、返しがうまいというか。握手会トーク会は人気ですね、カキレナね。まあ人気出ると思うわ、これからもね、うん、まあ、みゆちゃんは逆にね、そういうトークスキルっていうのかな、は、うん、これからはどんどん磨いていかないとあれかもしれないけど、まあカキレナと違ってね、まあ、トークスキルはちょっとカキレナには負けるけど、パフォーマンスではね、うん、まあ勝ってると思うからね、まあ、みゆちゃんの視線上はあくまでもね、劇場公演にあると思うんでね、彼女はこれから劇場公演でね、うん、まあ、アンダーの練習もしてるって言ってましたんで、まあ、それに期待ですよね。アンダーでこう正規メンバーと一緒にやって、今度は正規メンバーのファンがね、うん、12期生を見たことない人でも、あ、この子こんな踊れるんだ、こんな踊りをするんだ、こんな声を出すんだってね、こんなに歌が上手いんだっていうのが、彼女のパフォーマンスを一度見れば絶対分かることなんでね、うん、まあ、それぞれにね12期生良さがあるんで、みんなね、まあ、花ちゃんでもそうです、花ちゃんでもね、あの子のこうピュアなところ、ピュアな気持ちとか、サータンのちょっとこうね、なんとも言えない、やみつきになるようなところのあるこう可愛らしさっていうのかな、サータンはそういうのを持ってるよね。
ニャンもね結構やっぱり握手会は人気でしたね。まあ毎回思うけどやっぱりユアニャンもう対応がいいんだよね多分ね。まあ隣のレーンからちょっと見てるだけでも、多分その辺でこうリピーターが、うん、つくんでしょうね。ココミンも多分ねそうだと思う。ココミンは全然僕行ったことないし、まああれ、うん、あれなんですけど、押したくなるんだろうなああいう子はって思うわ、うん、素朴でね普段は素朴でこう人見知りするようなところがあって、そういう子にこう多分覚えてもらったりしたらもう、うん、コロッといっちゃうのかもしれないね。あとこっちゃんね、こっちゃんはすごいよね。やっぱ売り方が、まあ、あの子の配信見てて それはまあ誰でも思うと思うけど、配信のその売り方ね、強引な、ちょっと強引な売り方でも結構な量完売させてましたんでね。完売のペースでいったら、うん、すごいよねこっちゃんはね。あと今回ココアちゃん全然あれだったね、うん、ブース見れなかったレーンがね、どうだったんだろうね。ココアちゃんもミヤビームも、まあ、サツキチはちょっと近いところにいたからね、あの3つ隣ぐらいのレーンに行ったんでね見れたんですけど、まあ、サツキチも頑張ってましたよね。本当はね2枚ぐらい買ってね声かけてあげたかったけど、ぜひともね歌唱力ナンバーワンね、サツキチはもう12期をね代表してというか、もう SK を代表してね、 SK の中で唯一ですからね、その順位で自分の実力でね決勝へ、うん、行けたメンバーはね、花ちゃんは推薦枠だからあれだけど、まあ、花ちゃんも、うん、なんだけど、うん、サツキチは本当順位で入ってるからね、それはすごいよね。ぜひね頑張ってほしいね。今回はね全然中ちゃんの券が買えなかったんで、まあ、土曜日日曜日、まあ、僕がその、うん、ちょっと行く、まあね段取りをしていざ券を、うん、最初3月の頃はねパパッと買ったんであれだったんだけど、あとのこの券はねもう券を買う時にはもう中ちゃんの券も売り切れてなかったんで、うんと、それはね申し訳ないなと思うけど、ということでね
帰りたいと思います。今日は海地さんからね、いつもここすごい混むんだよね。さあ、それではね、また動画の方よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。それでは失礼いたします。